世界一素直な釣り具店、なやくんです。こと、金丸釣具店の石田です。今日はですね、どういう動画を撮るかということなんですけど、本日のですね、動画は、こちらになりますね。こちらのご案内となります。金丸釣り具店主催ですね。こちらの第2回釣り道大会ということがですね、行うというご案内の動画となっております。こちらはですね、釣り未経験者でもですね、釣りを私の方でね、教えますので、非常にね、楽しいバス釣りができますよっていうね、釣り大会となっております。こちらですね、商品はですね、参加賞をはじめてですね、釣り具のグッズですね、もちろんガルパンのね、グッズなんかもご用意しております。優勝、そして準優勝、第3位ですね、などの他にですね、こちらの方の抽選くじなんかもね、やっておりますからね、空くじなしでね、やっておりますので、こちらの方もお楽しみいただきたいなと思っております。開催日時はですね、6月の21日の土曜日ですね、こちらはですね、朝の8時から12時までということで、予定しております。でですね、梅雨入りをしたということで、雨天決行ということで、行いたいと思います。ただですね、ちょっと雨がですね、ちょっとひどい時の好天時はですね、中止ということで、ブログとかね、ツイッターの方で、お知らせの方で、ね、雨がね、強い時にはですね、中止というようなご案内をしたいと思っております。ですね、開催場所に関しましては、水戸南フィッシングエリアということで、水戸のですね、元石川町という場所にありますけどもね、こちらの、こちらですね、こちらが、こちらのね、水戸南フィッシングエリアということでね、トラウトエリアとかね、バス釣り、そして鯉釣りがね、できるところもありますけどもね、本当にこちらはですね、餌釣りもあります。こういうのね、餌釣りもできますよ。水戸南インターチェンジより車で3分ということでね、首都圏からもね、非常にお客様がね、たくさんいらっしゃるというですね、人気の管理釣り場ですね。6月からですね、ちょっとトラウトの方がですね、水温によってですけどね、一部ちょっとバスのね、こちらに書いてある通り、クリアポンドとかいろいろ書いてありますけどね、ニジマス、ヤマメ、イワナ、その他と書いてありますけどね、夏場はね、ちょっと水温の関係がありましてね、こういったバス釣りをね、このラージマウスバスって書いてありますけどね、そちらの方の釣りをですね、メインに行うというお話でしたね。なので、こちらの今回のね、イベントではですね、バス釣りということでね、バス釣り大会をね、行うということでですね、こちらの方が地図ですね、になっております。はい。それではですね、大会のですね、ちょっと詳細をですね、もう一度ご確認したいと思うんですけどもね、こちらの方ですね、参加、料金の方はですね、大人様ですね、こちら中学生以上、一人当たり6,980円ですね、6,980円となっております。こちらお子様はね、小学生、一人当たり4,980円となっております。こちらはですね、料金の方は入場料ですね、こちらの大人が3,240円、そして入場料のお子様ね、こちらが2,700円、こちらの方が含んだね、価格となっております。こちら竿とね、リール、そしてレンタル台、あとルアーとかね、ルアーこちらのバームなんかをね、今ちょっと釣れるようなね、ワームなんかをですね、ちょっと今ピックアップしてますけどね、あとこちらのワーム、ハリーライト、ね、あとは抽選くじのね、等ね、含んだお値段で楽しめますと。一言で言うと、手ぶらでできるバス釣りというふうになっております。バス釣り大会ですね。はい。で、こちらの方が大会当日受付お支払いとなっております。今のところですね、限定20名とさせていただく予定です。
それでですね、竿とリールお持ちの方はですね、持ってるよという方はですね、事前の方に、こちらの方までね、言っていただきますとね、こちら1000円引きの方させていただきたいと思っております。こちらですね。あとですね、こちら参加者、こちら任意なんですけどもね、交流会の場所をですね、設けております。会場からですね、本当に近くにある、とんかつ屋さん、こちらクックファンさんというね、欅台のね、水戸の坂戸町にあるところがね、あるんですけどもね、とってもあのガルパンのね、ガルパンカツなんかね、有名なお店です。はい。で、こちらですね、釣り竿のルアーでですね、こちらは釣りを行うというですね、こちらレギュレーションの話ですね。こういうふうな形ですね、実施内容。で、釣れた、ね、魚の重さですね、重さ。こちらに書いてある通り、重さですね。合計の3匹のですね、バツの総重量で、競い合いますよ。という形ですね。あと、ルアーの方はソフトルアー、ワーム、こちらのハードルアー、プラグを使用します。ね。で、お問い合わせの受付はですね、こちらの金丸釣り具、@gmail.com までですね、こちらの方に、申し込みですね、していただくということですね。で、こちら持ち込み、持っていただくものですね、こちらの方の動きやすい服装で着ていただいて、こちらの、帽子ですよね、服、それに貼り付えますからね、帽子の方ですね、あと暑い時なんかもね、やっぱり帽子必要になってきますからね、あとは運動靴、そしてタオルですね、あとはお持ちの方は偏光グラスもしくはサングラスですね。日中やっぱり照り返しの、湖なんかね、ギラギラしてるとね、ちょっと釣りとかしてると、やりにくいですからね。サングラスもしくは偏光グラスなんかをね、お持ちいただくと、釣りをですね、快適に過ごすことができるのかなと思いました。で、こちらですね、雨天決行のため、雨の時は雨がっぱですね。あと、長靴の方をお持ちください。やはりですね、ちょっと雨がやっぱり梅雨なのでね、心配されますからね、カッパと雨具の方ですね、カッパ、雨具ですね。こちらと長靴の方ですね、雨の時にはお持ちください。参加申し込みについてですけどもね、大会の当日からですね、2日前までにお申し込みをお願いしたいと思います。当日のですね、中止の場合のことも考えておりますので、参加される方ですね、お客様の方のご連絡先をですね、ご連絡先はこちらの方のですね、029-267-5804、029-267-5804、こちらの方のご連絡先でも構いませんし、あとこちらの方の当店のね、メールアドレスの金丸釣り具ですね。@gmail.com。こちらの kanemarutu-ri-gu というな、@gmail.com と。いうようなね、こちらの方のメールアドレスの方にですね、お名前であるとかね、ご連絡先ですね、あとはこちらの方の、リールですね、サオトリールのタックル持ってますよという方はね、こちらは1000円引きになりますからね、こちらの貸し出しの、要するにレンタルはね、いらないよという方はね、こちらの方に明記ください。1000引きの方させていただきたいと思っております。あとですね、こちらの懇親会に参加される方もですね、連絡ですね、懇親会参加しますというようなね、明記をしていただくと、こちらのご予約の方ですね、ありますからね、ご連絡いただけると非常に助かります。ですね。こちらの方ですね、何かちょっとわからないなと思った時にはですね、こちらのメールアドレスでもいいですし、あとはこちらの方のね、029-267-5804、029-267-5804ですね、こちらの方までお気軽にお問い合わせください。こちらはですね、6月21日の土曜日に、
行うことが決まりました釣り道大会第2回目のですね、バス釣り大会のご案内となります。皆様の、こちらの大会ですね、大会のですね、ご来場をお待ちしております。